ところでリオ、聞きたいことがあるんだけど。薄紫色の髪の少女ですか？見ていません。そっか。ただいま戻り。なんだこいつ。ハルト、今は時間がない。感覚を研ぎ澄ませて。やっぱり今外すからちょっと待って。にって、さっきのセリアって人たちが探してた女の子だよな。あんた待ちなさい。 あんた嘘ついていたのね。フローラ、違う。俺はその子に頼まれて。詳しく話してくれないか。だから俺はその子に頼まれて。嘘おっしゃい。人の話は最後まで聞いてくれ。城まで同行してもらおうか。嫌です。俺はその子を助けただけです。悪いが、これはお願いじゃない、命令だ。話をするだけですよ。君の身が潔白であるのなら解放されるはずだ。どういうことだこれは。話をするだけじゃないのかよ。俺は何もしていない。愚かな。このクソガキが。これ以上話すことはない。貴様。副団長、一体これはどういうことですか？私の部下にはその少年の取り調べは丁重に行えと伝達していたはずですが、当のフローラ様がその少年を恩人だとおっしゃっているのですが。何？は